コンテスト2024第3ピリオド課題曲6ボリューム32からの予選10曲の中での課題曲はラストの曲、さあこの曲です。はい、バイラバイラボリューム32メイン曲トゥントゥン。はい、これをやらずにボリューム32はね、終われないみたいな感じがあるのではないのかなと思います。10月にリリースした時には、結構ね、皆さんこう手強いなみたいな感じの曲だったかと思いますが、なんか この曲を踊れるようになったというね、喜びを私に伝えてくださる方もとても多くてですね、ぜひ、はい、気持ちよくこの曲踊ったところを動画に収めて送っていただきたいと思います。もしかしてバイラーズコンテスト出たことないよっていう方もね、なんかあ、トゥントゥン大変だったけどできたみたいな方いらっしゃるんじゃないのかなと思います。ぜひそんな記念にも、バイラーズコンテストデビューしてみたらいかがでしょうか。はい、なんてことも思ったりしながら、はいはい、今回のこの曲楽しんでいただければと思います。はい、今から参考動画見ていただきますが、私はこちらを右として動いていきます。皆さん覚えていただくときには、普通に右として、はい、動いていただければと思います。そして、動画の撮影をするときには必ず、このコンテスト用課題曲の音源を使ってください。チッ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 が動画の中にちゃんと収まっているように、録画ボタンを押してから音楽を再生で、動いていただければと思います。いろんなアプリね、あるかと思いますけれども、特にアプリを使わずに、はい、送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、一緒にね、同じ空間の中で、同じタイミング音楽を使って、撮影をしている方もいらっしゃるかもしれませんが、自分の動画にはご自身が映っているというね、あまり他の人が映っていないような、状態でちょっとご配慮いただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、もうこの曲は本当にね、もうね、今となっては突然だけとかじゃなくて、音楽を楽しみながらこのね、何とも言えないちょっとゆるさの中にも、なんて言うんでしょうね、なんか心地よさ、はい、感じつつのこのトゥントゥン、はい、ぜひ気持ちよく踊っていただきたいと思います。では参考動画ご覧ください。どうぞ。Alan Leia
ード課題曲6トゥントゥン、配信日は4月14日日曜日です。はい、この第3ピリオドエントリーの締め切りは3月24日日曜日、そして翌日3月25日月曜日が動画投稿の締め切りとなっております。たっくさんのご応募お待ちしてます。